毛利成方は、長州藩の一門画廊である、阿川毛利氏の三代当主。慶長十四年、長州藩の一門家老を務める阿川毛利氏二代、当主、毛利元影の次男として生まれる。現那六年五月八日、毛利秀成の果敢を受けて元服し、治むの返記を与えられ、成田だと名乗った。寛永三年十二月十三日。 秀成から光月の助の関東名を与えられる。官営九年、元影が死去したため、同年九月五日に家徳と、治療六千国を相続し、豊浦郡、阿川領主となった。官営十四年十月二十五日に、島原の乱が勃発し、翌官営十五年二月二十五日には、江戸から帰国し移天のため上野席に投留していた、秀成から、成りらに、 島原への出陣が命じられたが、3日後の2月28日に、天草四郎が撃たれて、原城が陥落したため、出陣は、取りやめとなった。寛永16年2月5日、宮内将友の関都名を秀成から与えられる。慶安三年、朽木きたねと金松正直が御主として、幼少の細川綱なが藩主である、熊本藩の国政観察のため熊本へ向かう途中に、 長州藩へ立ち寄ったため、上野関での艦隊を、片田治政と共に、秀成から命じられた。万治2年、阿川八幡宮の修復を行う。漢文4年から漢文8年まで当職を務め、漢文8年から漢文11年まで当役を務めた。また、漢文8年には、犯罪性の改善のため、漢卓事業による神殿開発を行っている。 遠方4年8月21日、累年の隠居願いを、藩主、毛利津広に聞き届けられ、家督を長男の治体に譲った。元禄5年7月3日に死去。去年84。ありがとうございます。